オッケー、よく頑張った。次次。はい。はい。俺が。な。何ですか。はい、です。武藤圭司にヤングライオンの時ついてて見た背中、今度俺の付き人村島にな、ああ俺が背中見せてやるよ。はい、よく見とけよ。はい、 G1 クライマックス予選勝ち抜いてな、はい、優勝していくからな。はい、こんな頼もしい先輩とこう一緒に試合できてとても嬉しい気持ちと、もっともっと強くならなきゃなって気持ちがたくさんあります。今日石井選手にギブアップで負けしてしまいましたけど、石井選手よりあの気迫、ガッツ、とっても狙うところがあり、自分ももっともっと気持ち出して怒りぶつけて頑張らないとなと改めて実感しました。もっともっと田中社長の背中をもっといっぱい見て勉強してもっと強くなります。ありがとうございました。よしよし、上がってきたな。よし、あっち行ってたな。石井さんにG1 出てほしい気持ちがあるって。でも石井さんが出たら、俺が出れなくなる複雑な気持ちって、何とぼけたこと言ってんだ、何なら丸いこと言ってんだ、そんな情はいらねえんだ、そんな気持ちで俺に勝てると思ってんのか。てめえのことだ考えろ、てめえが生き残ることだ考えろ。よしよし、俺らなおめえをぶっ潰しに行くから、てめえも俺のことぶっ潰しに来い。ああ、生半可な気持ちで来んじゃねえぞ。ずっとずっと G1 からのくせに出たい出たいずっと言ってきた。でも俺の力不足でかなわなかった。今年年間の出場者決定トーナメント、それにすら選ばなかった。この現実、この現状、俺が一番誰より分かってる。どうしたらいいか、一個一個戦って大事に勝っていって、成績を取れば結果が取れない。でもよ、俺はよ、どんだけ出たいか分かるから、俺は絶対出る、絶対出る、諦めない。